コーチファイナルレース、イエイ。ということで、ちょっとすごくバタバタなんですが、はい、今あの SG、どこで下関の SG をちょっとマシマシで撮影してて、まあ今後上がると思うんですが、ちょっとね、マシマシマシ、それで飽きてもやってるからやらんほうがいいよ。ネタバレするから。でね、ちょうどね、下関とコーチファイナルが若干ずれて、ちょっとコーチファイナル後にやるんで、はい、ちょっと今日の昼間、中央で、まあまあ負けたんで、それを取り返そうと思いまして、コーチファイナルちょっとやっていきたいと思います。やらなくて大丈夫ですか？どうしよっかな、今日は爆勝ち？爆勝ち気味？爆勝ちに次ぐ爆勝ち。あ、まあ、このまま勝ち逃げ？これあんま言わんといいな、嘘くさくなるから、これどっちか分からない。いいな、よりこうなってどうなって本当に勝ってんのかな負けてんのかなってなる。これ嘘ついてる。結果が気になる方はぜひマシマシの下関の SC の回を見てくださいということで、ちょっと化け勝っていきたいと思います。ここを締め切りました。さあ9時までよ。ありがとうございました。9時まで大丈夫。はい、コーチファイナルレース確定するまで大切にお持ちください。はい、7から1と11の生まれに500円ずつで、7から1と11で全嘘だよこれ。200円ずつ全部買ってないよ。買ってないってどういうこと？買ってないんだよ。買ってんで。もう買ってんで。嘘だよこれ、全部嘘だ。ずっともういろいろギリギリよ。もうよっしゃ頼むぜ。最終レース、最終レース、もうここで一発逆転。今日の全てを取り返す日、最後の日曜日ということになります。まあまあ、ボートはどうなってるか分かんないですけどね。新クラスのレースが中心。もう一回どこが頭にくればいいの？いや頭とかなくていい。7と1、11が絡めば、7が絡んでほしい。あ、ラッキーナンバー買ってないじゃん。全流しだから3も入ってる。いやいや、薄いな。そのラッキーナンバーにかける思いが薄すぎるよ。もうラッキーナンバーが気になった人はぜひあのマシマシの、下関の SG の回を見てください。すぐ上げたからな。すぐ1ヶ月、再来週ぐらいかな。いや、今月で、今月中、今月中に上げたんだからな。この動画今日上がるのよ。今週中に上げたんだから。いや、ワイが上げんと、その前のやつ上げなさいよ。あなた待ちなよ、渋滞してんだよ、ずっと。ちょっとこうやって待って。あー、すいません、最後か。早く、早く上げます。編集しながら、いや、適当にやってたらもうさらっと1万8000円負けたから。適当にやるな。それを取り返す、取り返したよ。ここはもう集中して、集中してやりたいけど、すごいバタバタして今コーチファイナルやってる。時間がね、若干被ってたからね。なんかコーチファイナル、コーチファイナルってよく聞くから。そうよ。あの、得意なのかな。いや、と割と当ててる方だと思うんですけど。スタートしました。さあ4番のルミエルがストレアを送りました。3番グッドミニア、来てもいいんで、別に来てもいいんで。8番ソモサ、サンデーレッカー、そこから上がっていったのが12番カンタベリー。ドラマのグループからラディソンとアリバル、7番人気なのよ。中段1名1番のフジエルフィーついて、そして4番のルミエルがストレア、1コーナーのカーブ 1000m として通過。あとは2コーナーへと向かっています。まずは先制バッター12番カンタベリードーム、セブンコーチのリッチバッシングのリード。2番手3番グッドウィン、3番手6番ハッピー&モカ、10番の傾斜カノプシー、4番手リバシンサ、5番サンデーレッカー、5番手ハンデコーステン工場で見える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 。先段は1段です。ペースが上がっていくか。三方一線となりましたが、カンタベリードーム、外からは10番の傾斜カノープス、間が6番のハッピーアンドモカ、三方は1段で400切ります。その後に3番グッドウィンが4番手、1番エリオットが5番手、上がってこい、上がってこい、内を申し上げろ。動いてくれた7番カモンベルガム中段で、外から第4コーナーカーブから間もなく直線、短期抜けてきたのは10番の傾斜カノープス、3馬身、4馬身のリードで100を切りました。11上がってくれ、ハッピーアンドモカ、11上がってくれ、内から7上がってきてる。エリオットが1から12番のカンタベリードーム、よし、これなのね。コーチファイナルレースなんで一発逆転って言われてるか知ってますか？はい、僕それ一回聞いたことあります。あなたに、はい、あれだよね、コーチファイナルレース
なんで一発逆転で言われてるか、はい、それはですね、忘れました。いや、ためて言ってじゃん。ための顔してたわ、もうこっち全然ためもせんやん。いや、うさん、ボケるならためて。知ってるよ、一回も一着取ったことない馬が集まって。一回もじゃないのよ、一回もじゃなくて結構価値から遠ざかってる子たち集めて、まあここ、今回を最近直近で、そう、勝てないから。なるほどね。で、その人これで戦えば誰かしら勝つでしょっていうのをやって、予想も難しいから配当もまあまあっていうのだったんですけど、これね、結構安いかもしれないな。10、11はワイドだったら、ワイドもね、安かったね、5倍から何倍とかだったから、うん、これはね、だから うまくしたんだけど。なるほどね。そうなんですよ。3連服はね、でも案外ついたから200円ずついけば、さあ、確定しますよと。もう、やばいよ、ここ今55分で、ここ9時までだから。そうだね。うん。あ、うん。正面もしたいし。正面もしたい。ちょっとほんなら、あれ、ちょっと正面なんで、なんで、なんで。なんで、なんで、なんで、行かないで、もう一緒に見てよ。やばい、すぐ確定するから。確定するかな。出る、すぐ出る。すぐ出る、すぐ出る。うん。すぐ出るから。ずっと点滅してんじゃん。いや、エラー起こってる、エラーが。こんな、そんな悩むか、確定悩むか、悩むような着順だったかい、こいつでいいみたいな。来た。お待たせしました。確定を申し上げます。こっちトイレじゃないやん。10番2着7番3着11番、うん、4着2番、うん、5着6番、ああ以上でございます。さあ、で出ろい。いや、で止まってる Wi-Fi。 第10番、払い戻し金額をお知らせいたします。単勝式4000か安いけど、まあプラスです。副賞式4230円で200円買ってるので、3500円ぐらいです。さあ、ざっす。よっしゃー、やっと。おめでとう。あざっす、おしゃれね。さあ、片付けましょう。はい。あざっす、片付けましょう。そして Wi-Fi がちょっとあれだな。ということで、コチファイナルレース撮りました。あざっす、久しぶり。結構ね、1ヶ月ぶりぐらい、1ヶ月以上ぶりぐらいかもしれない、撮ったの。無事大きなトイレ行けたよと、行けましたね。お花摘んでたよ。あ、そうか、いっぱい摘めた。お花摘んで、お花いっぱい摘んで、お花で王冠作っちゃおうかな。それ向こうでもやってるから、やらんほうがいい。やらんほうがいい。ということで、ありがとうございました。また朝っす。後半へ続く。後半ないよ。